小さなスペースでも上手なコーディネートで広々と感じさせることができます。今日はそんな魔法のようなインテリア術をご紹介します。まず色使いが重要です。明るい色合いを基調とすることで部屋を広く見せることができます。特に白やクリーム色は光を反射させるためおすすめです。またアクセントとして鮮やかな色を少し加えると部屋に華やかさが生まれます。次に家具の配置です。部屋の中央にスペースを空けることで動線がスムーズになり部屋が広く感じられます。また多機能家具や壁掛け式の家具を利用するとスペースを有効活用できます。照明も大切な要素です。明るく均一な照明は部屋を広く見せる効果があります。また間接照明を使って温かみのある空間を作るのも良いでしょう。最後にデコレーションです。壁に鏡を設置すると部屋が広く見えるだけでなく明るくなります。また植物やアート作品を飾ることで部屋に生命感とスタイルが生まれます。以上、狭い部屋を広々と見せるコーディネートテクニックでした。これらのアイデアを活用して、あなたのお部屋も素敵な空間に変身させましょう。